どうもー、こんばんは。いつも通りだね。ギリギリで。<laughs> ドキドキし のマンごうラジオやべっ <laughs> エコーまた壊れてるなあ <laughs> よいしょなったと思ったけどまた壊れたねこうねあどうもえー、少々ですあ これ入れないとなんかあこれなる少々のマンゴーラジオあオッケーあいどうもーこんばんはー <laughs> はいーえこ、ー、だの酔っ払いの皆さんどうもこんばんはー <laughs> はいえー、少々のマンゴーラジオのお時間です今日はですねギリギリでしたねあーどうもーこんばんはーマンゴーラジオでーすどうも草でーす <laughs> えっと今日はね時間ギリギリでしたねはい危なかった今日は5分前ぐらいかな着いたの <laughs> いつもギリギリだねはいすいませんねはいということでですね「少々のマンゴーラジオ」えー本日3級前 ラスト放送となってしまいました皆さん残念ながらはい今日で私は産休に入ることになりました <laughs> えっとですね今日今日はあの会社の自分の働いてる仕事の方も今日で最後であの今日ちゃんといろいろあの ご挨拶メールととかか送ったりとかうち会社本社が東京なのであの挨拶回れないのであのメールとか送ったりとかしてねでちょっとギリギリまで仕事してたからもう遅くなっちゃったんですけど <laughs> そうで一応仕事もね産休に私今日から突入することになりまして。 産休って実はね取るの初めてなんですね私ねあの今まで子供すでに3人産んでるけどあの今までずっとパートだったからねあの3級取れないから産む時はやめてたんですけど今回は初めて3級を取りましたえっと正社員だったからですけどね <laughs> いいですね3級ねだってあれだもんね1年ぐらい多分取れるから 1>, 1年間ゆっくり休めるっていうねラッキー <laughs> ラッキーだね <laughs> はいということでですねえー、今日の、えー「マンゴーラジオ」テーマなし <laughs> ラストもなしということでえー、っと 何でも送ってください。えー、761@fm k o 講座 .jp ツイキャスユーストリームからもメッセージを募集してます。はい、何でもいいですよ。何でも読みますからね。はい、あんまり卑猥なやつはちょっとやめてくださいね。うん。<laughs> あんまり卑猥じゃないやつだったら何でも読みますんでね。はい、よろしくお願いします。 はいということでですねとりあえず1曲かけるか <laughs> とりあえず1曲かけようかね、まあ、ちょっとついたからね落ち着いてねよいしょあれ今日ね何かけようかなってちょっと考えながら来たんだけどねまああのー、しばらく休むから。 自分の曲かかけようかないいっぱいみたいな感じでどうですかうんあれ違うねこっちかはいはいと思ってちょっと自分の曲今日かけようかな最後だからねはいえっとじゃあ じゃあやっぱとりあえずじゃあストローズかきようかなき日うねうんじゃあストローズのねメイジーリピーターかきようかなうんあんまなんか恥ずかしくてね書けないんだけどねちょっとたまにはかけてみようかなじゃあかけてみます ほいほーいどうもえ少、ー、々がお送りする少々、えー、のマンゴーラジオのお時間でございますはいえーとツイキャスいっぱい来てるからちょっと読もうかなえー、っと「ちゃんおかさんちゃんおかさん元気イェイ」 少々、えー、さんこんばんは。こんばんは,ってこんばんは。ちゃんお岡さん今日はどこにいるのかな。えー、っと、野の,の中の銀のホタルさん。少々さんこんばんは。ってことでありがとうございます。えー、いみっちゃさん、ちゃんとヒーヒーフー覚えてるねって書いてるけど、あの、私帝王切開だからヒーヒーフーしないんですよね。<laughs> 実は。でね、しかもね、最近ね、ヒーヒーフーしないんだよ、いみちゃさん。ヒーヒーフふ古いたらしいよ。 古いってよラマーズ <laughs> マジでマジであのね私が10年前産んだ時ももうヒーヒーフーはしてなかったですよあのねあれですよソフロロジーって言ってなんかね息を長く吐くみたいな,さなんか出産方法でしたちなみに私が行ってる病院はフリースタイルお産ができるとこなんであの水の中とかでも産みたければ。 埋めちゃうっていうね。どうもお疲れ様です。ナインの皆さん、お疲れ様でした。<laughs> はい、そうそう、ひひなんか、この,あの水の中で産んだりとか、四つん這いで産んだりとかできるらしいんですけど、まあ、帝王切開なんであんま関係ないっていうね。はい残念ながら、四、はい、つん這いで産みたかったな。はい、えっと、<laughs> 中の銀のホタルさん、今日でしばらくお休みですかってうそうなんですよ、私、あの。 今日からですね、一応産休に入らせていただくことになりました。えー、ただいま妊娠、えー、9ヶ月。もうそろそろ、えー、ですね、生まれますね、時期に <laughs>。はい。っていうことなので、産休に入らせていただきます。これね、産休の期間なんですけどね、決まってなくて <laughs>、あのー、 まあ落ち着いたら戻ってこれますかね。戻ってこれたらいいなっていう感じですね。落ち着くまではまああれですかね。うん。仕方ないですね。<laughs> 落ち着くまでは休めます。はい。そうですね。 あイみっちゃさんせっかくだから生まれてくる子供のために歌を作ってみたらみんなの歌を狙いましょうそ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 うあのそうなんですよ NHK は前から狙ってるんですよあのねなんかお,あのおやすみ日本っていうねなんかあの1年間に何回かだけやってるなんかこのテレビ見てる人があの こう「眠いいね」っていうのを押してそのなんか「眠いいね」が何百万たまると番組終了みたいな,なんかやつがあるんですよなんか年に何回かやってるやつがで眠くなってきたらなんかそのボタンを押すらしいんですけど <laughs> でそれが止まるまるまでやめれないからなんか朝までやってたりとかする番組が年に何回かあって何か「苦土感」かなんかが司会のやつででその中でなんかこの「眠いいソング」みたいのが 流れたりすするんですよで眠い,いなんかミュージシャンとかか,バンドなんかライブやったりするんですけどそれなんかすごい前からね出たくてあの <laughs> メール送ったりとかしてあの「こんな眠い音楽やってる人いますよ」みたいなこう自分で自らこう <laughs> <あの笑>売って歩いてたんですけど売ってたんですけど全然ダメでした。お声ががかかららななくて残念ながらはい あでもあのね、そうそう、あれですね。あの、みんなの歌の前にあれですね。沖縄のホームソング先じゃないですかね。<laughs> どうですかね。沖縄のホームソング先かな。沖縄のホームソングお願いします。ここにいるよ。<laughs> 曲書きますのでよろしくお願いします。<laughs> えー、えっと、なんだ。 リスちゃんさんツイキャスって面白いって言ってるけどリスちゃんさんリスちゃんさん元気ですか <laughs> 初コメですって言ってるけど初めてじゃないよねえっとゆみんちゃんさんまずはセイキさんの母ちゃんの番組に出てラジオ界のお偉い人を紹介してもらっちゃおうって言ってるセイキさんのお母さんって誰なんですか私セイキさんのお母さん知らないっすよ <laughs> はい、あ、誰なんでしょうか 関さんのお母さんもラジオやってるんですかはい <laughs> えっと「野の中の銀の蛍さんがあの何、うん、ですね誕生日の自分へのプレゼントに一人上手をかけてください」って言ってますねそうですねあの「マンゴーラジオ」はねリクエストに全然答えない番組として非常に有名なんですけど <laughs> もう「誕生日」って言うからかけちゃおうかな ちょっと考えます <laughs> 気が向いたら書けます誕生日だから書けちゃうかもちょっと <laughs> えー、あリスちゃんさん「ヒーヒー風しないのじゃあどうしようかヒーヒャッホーヒャッホーかな」って言ってるけどでもねこれねなんかあのこの病院の先生の話だとあの歌を歌うとすごくあのなんつうのスルッと生まれてくるって言ってましたよあのなんつうの 呼吸がやっぱこう安定するっていうかこの,お腹の赤ちゃんに呼吸をたくさんなんかこの空気をいっぱいあげたいから呼吸はしてほしいんだけどあんまりさせると過呼吸になっちゃうからなんか歌うと自然に呼吸ができていいって言ってましたよ。ちょっとマジレスすすぎていませんね <laughs>、うん、で「百歩百歩」でも多分その人がすごい気持ちよく埋めるんだったら「百歩百歩」でもいいらしいいい,いいと思います多分。はい すいませんね <laughs> すみませんボケにボケ乗せられなくてすいません <laughs> えっとミッチャさんうちの会社に産休中また妊娠してまた産休入ってる女の子がいますかれこれ4年彼女を見ていませんがまだ席はあります <laughs> 会社ではまた妊娠して休みそうじゃんって話してるところですって <laughs> あーまあねありえない話じゃないからね <laughs> ああでも大変だよね。年子ってことだよね。そうするとね。多分ね。大変ですね。まあ、ありえなくないですけどね。<laughs> うん。まあ、まだきっと若いんですね。計画的にきっと、ポンポンって産んじゃおうって、多分決めたんでしょうね。うん。いいことじゃないですかね。もう少子化、日本ではい。<laughs> はい えっと、あビャーンになってるあごだしさん、どうもこんばんは。<laughs> はい、ありがとうございます。そして、メールも来てます。えっと、天然ボケさん、どうもどうも、天然ボケさん、元気、えー？はあ、今日が最終回と思って涙出る少々さん、産級に入るのかと思うと寂しく思う。リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。 <laughs> 寂しいと思ってる人いるかしら <laughs> この最近リスさんのあっ何これ <laughs> ああはなるほどねうんどう思いますかってリスさん楽しいと思いますよえー、1年も休むのは寂しいですが元気な赤ちゃんを産むことに集中してくださいということでね <laughs> はい、あ <laughs> ありがとうございます。そうですね。一年休むか分かんないですけどね。<laughs> 休む期間は全く未定なんで、あの、来れそうだったら来るからね。うん。そう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 。なので、来れそうなったらまた来ますので。もしかしたら半年かもしんないしね。<laughs> うん。まあ、体調次第じゃないですか。うん。そうですね。あとはもうなんかね。 もう元気にね健康に生まれてくれればいいけどね体弱かったりしたらなかなかね復帰も遅れるかもしんないしねうんまあ個人差もあるからね <laughs> そう今日ねこっちに来る時いろいろちょっと考えててまあマンゴーラジオちょうど2年満2年を超えたところなんですけどちょっといろいろ思い出したんですけどねあの 一番初めマンゴーラジオやった時のことをちょっと思い出したんですけどねあの機械触るのがね慣れてなくてねあのそれでいっぱいいっぱいだったなっていうのを思い出しましたね <laughs> <laughs>、うんう。機械をの研修を受けたんですよマンゴーラジオをやる前にあのエンソさんにちょっと30分ぐらいこの期間の 触り方いろいろ習ってでもういきなり本番っつってでもこの機械 CD をかけるので結構ね <laughs> 初めはいっぱいいっぱいでもう1時間何喋ったかも全然覚えていないっていうね状態だったっていうねもう今はもうね慣れましたね <laughs> すっかりねはいすっかり慣れて機械を触りながら CD をかけながら。 喋れるようになりましたけど、はい、<laughs> そ,うそういうのをなんかちょっと思い出してましたね。だ、はいたいね2年間やっててね私のことが私がどういう人かっていうのねもうあれじゃないですかいまだにわからないで聞いてる人もたぶんたくさんいると思うんですよね。<laughs> お前何者なんだぐらいの感じで聞いてるんじゃないかなと思うんですけど大丈夫ですかねはい少々少々歌う,歌う人ですよ皆さん忘れないでくださいね <laughs> コメディアンでもあの主婦でも会社員でもないですよまあ一応会社員で主婦ではあるけど一応 <laughs> 重要なところなんでそこね、はい、忘れないようにお願いしますはいね <laughs> あれですねちょっと なんだっけ心模様だっけ <laughs> 違う <laughs>。一人上手か。なんかそういうの早めに言っといてくれたら私ちょっと練習してきたのにせっかくだから私に歌わして欲しかったな。 <laughs> 私歌いたかったなせっかくだからあの誕生来週誕生日だからちょっと一人上手練習してきてとか言ったら私歌うんであのお願いだからあの歌私に歌わせてください <laughs> はい <laughs> ということでねじゃあえっと「一人上手」書きましょうか私練習してないからね今日ねはい。<laughs> じゃあ、中島みゆきの一人上手かけたいと思います。ちょっとあれですよ。でも、あのバージョンが合ってるかわかんないけど、うん、ちょっとかけてみます。 ということでですねえっと野の,の中の銀の蛍さんの誕生日リクエストのえっとなんだっけあ一人上手 <laughs> 一人上手でしたはい誕生日おめでとうございます <laughs> リスちゃんさんがね「1月の僕の誕生日にプサンコへ帰れをお願いします」って言ってるけどどういう歌なんでしょうね <laughs> のどういう歌なんでしょうか <laughs> はい <coughs> えっとあれですね「一人上手」ね「<laughs> 一人上手」さんなんですね <laughs> 一人上手か <laughs> 私も一人上手ですよ多分割と, <laughs> と中島みゆきってすごいよねなんかねうんすごい人ですよね本当。喋ってみたいけどね <laughs> ねカリスマやっぱカリスマ性があるよねうんねえ なんかそういえば台風も近づいてるみたいですけど皆さんどうですか <laughs> あのー、来週の月曜日ぐらいに来るっぽいらしいけどどうなのみんなどうなの台風どうなの月曜日は仕事休みなの <laughs>、うん、月曜日私もう。 東部仕事行かなくていいけどみんな月曜日休みでちょっとウキウキしてんのかなとか <laughs> なんか月曜日やっぱやなんか台風来るとか言ってなんか休みとかなるとなんかちょっと日曜日の夜とか得した気分になるよねまあでも台風大変だけどね <laughs> そうそううちでそういえば来週なんかうち母親が来ることになってて週末に東京から。 だから来週末は台風来てほしくないんだけどな。うん。<laughs> なんかめっちゃ突撃だよね、今のね。予報円見るとね。<laughs> ど真ん中だよね。ついにって感じだね。ついに来るって感じですね。<laughs> なんか。 今年はね台風全然来なくてあもうこのまま来ないまんま1年が過ぎ去っていくのかなと思ったけど <laughs> やっぱそうはいかないんだね <laughs> 去年去年もでもあんまり大きい台風来なかったよね一応ね来たけどなんかもうちょっと直撃してやばいみたいな台風はなかったよねちょうど4年前にあの の4年前の9月の末にすっげえ台風来てあの時本当に死ぬかと思ったけど皆さん覚えてます <laughs> あの時は本当にね3日ぐらい停電したのを覚えてる <laughs> 3日ぐらい停電してもう停電したらなんかほらガスとかも止まるからあのー、お風呂入れなくて。 水も,止まなんか水も汲み上げなんかマンション住んでたからアパートかなんか水も汲み上げるから汲み上げる汲み上げられないから水も止まってもうすごいもうあもう限界って思った時にようやく着いたっていうのを覚えてるんですけど <laughs> 2日前か、うん、2日前だとそうそう去年一昨年四4年前の9月28日だ 多分うちの娘の誕生日だったから覚えてんのうんそうそうで3日ぐらい電気つかなかったのあの時なんかね宜野沢電信柱が3本ぐらい折れてあの <laughs> 復旧にすごい時間がかかったんですようん怖いね <laughs> 本当に。 でもお風呂がね、なんかね水風呂しか入れなくてつらかったのをすごい覚えてる。寒いなんかもうちょうどほらもう超暑くないじゃんね、もう、ね、今このぐらいの時期ってね。あの夜になるとちょっと涼しいから水でお風呂入るとやっぱちょっとそれなりにちょっと寒いんだよね。で <laughs> なんかもうそれがすごいつらかったのを覚えてるんですけどね。うん <laughs> はい、リスちゃんさん台風もう何号かも分かりませんって言ってる台風18号ですよ <laughs> そうそう今年はねほんとみんななんか内地の方に行くから内地はね今年はもう台風ばっかりで大変だったと思うけどねうん久しぶりに沖縄進路になってますね いやーやばいねこれねめっちゃ突撃だね本当にね直撃しそうだねうち庭になんかいろいろネギとか植えてんだけど大丈夫かな家の中避難しないといけないな <laughs> <laughs> えっとちょっとツイキャス太郎さんあタ太郎ちゃん ズババーンポケモン GO で散歩中ピカチュウいっぱいって言ってる <laughs> ポケモン GO ちょっと一時に比べたらなんか落ち着いたね <laughs> でもポケモンいるんだよねまだねそりゃいるか <laughs> うんいいねお散歩夜のお散歩いいねそろそろタロちゃんの住んでるあたりは少しずつ気温も下がってきて 過ごしやすいいんじゃないですすかね沖縄はまだ暑いですよ、はい、でよも夜はちょっとマシになってきたかなはいいみっちゃんさん一人あじゃあえっとコメディアンでしょって言ってる私コメディアンじゃないですよはい <laughs> もういっか <laughs> 銀のトロンボーンさんは何歳になったんですかね銀のトロンボーンさん違うよ銀トロさん違うよあ違うよ銀のトロンボーンさんじゃいよ えっと、桃中の銀の蛍さんね。何歳になった何歳になったんですかね誕生日って言うけど九9月。ね。<laughs> 9月生まれなんですね。はい。<laughs> ええー、今日私あれだね。<laughs> 若干テンション低めなんです。<laughs> はあ、嫁さんの体力アップの付き合いだってすごいねでもお散歩はいいよね体にいいからね歩くのはね歩いた方がいいよねあ野の中の銀の田さん52って言ってる52歳ですかあそうなんですか52歳そうなんですねそっか沖縄の人じゃないですよねみんなあれかな ツイキャスで聞いてるのかなうん <laughs> あのねさっきリスちゃんさんがね少々さんのラジオが見れなくなったら寂しくてご飯が食べれないとかねなんか言ってるけどね <laughs> はい、あ、リスナーには台風みたいなものですとか,なん,か <laughs> なんか言われてるけど <laughs> はい、あ いやいやいや,いやそんなことないでしょもともとパン食でしょって言ってるしね <laughs> だからね <laughs> パン食だと思うよ多分うん <laughs> そうねあやっぱタロちゃんあれだねそっちは涼しいんだねうんいいね涼しいね そそろそろ沖縄もね日中が暑いんだよね本当に日差しも強いしねもうちょっと涼しくならないかなそろそろね台風来たらでもちょっと涼しくなるかもね台風通過後ね一雨ごとに涼しくなっていくもんねうんそうですね青出さんが「数日音さざらなくてドキドキしました4年前」って言ってるけど <laughs> そうだ3日も 3日間でも電気つかないけどあのー、あれですよ学校は一応なんか多分確か午前中はあってお昼ほら給食室給食作れないからなんか弁当持ちだったか昼まで授業だったかちょっと思い出せないけどうん停電してる間ねそうそうでうち会社は なんか会社のビルは自家発電があるから会社は普通に仕事はあって仕事は普通に行ってたんですけどもうねしんどかったね会社でなんかね携帯を充電したりしてうんやってましたね <laughs> <laughs> はい「あごださんが夜の公園をうろうろできるようにヘッドライトを入手した程度にはポケモン GO にはまっています」って。 ポケモン GO すごいねそんなに流行ってんだっていうか私ね全くやってないね <laughs> 一回もやってないよポケモン GO あの携帯にも一回も入れてない <laughs> そろそろやってみようかなちょっとブームが落ち着いてきたから <laughs> あれだねあの 妊婦ちょっと散歩した方がいいらしいから散歩ついでにポケモン探してみようかなうん <laughs> そうちょっとねまた来月からはね一脚1ヶ月ぐらいまあ陣痛とか来なければ一応11月に出産予定なんで1ヶ月ぐらい休めるのでなんかちょっと。 運動したり散歩したり体にいいことをいろいろねやりたいなと思うんですけどね私こんな話をするなんもないなんか今日なんだろう私ちょっと今日おかしなテンションですねうんおかしなテンションですねまあ、じゃあ今日はちょっと私の曲いっぱいかけるって決めたから私の曲かけようか <laughs> うん。そうだねそうしようそうしよう じゃあえっとねあの <coughs>、まあ、番組でも何回もかけてるんですけど笹口騒音ハーモニカさんのえっとしカバーコンピで参加させてもらった時に歌った「アイスランド」っていうこれは笹口騒音ハーモニカさんの曲です。 をかけたいと思います。 はーいということでですねまあ今日はちょっとねのんびりおしゃべりさせていただいております少々のマンゴーラジオです <laughs> はいということでですねあのー、マンゴーラジオ今日で3級に入りますということでねえっと期間は未定 <laughs> ですが はいちょっとね、ツイキャスも今、盛り上がっておりますが、えっと嘘でもいいから、うるうるしときなさいとか言ってますけどね <laughs>。いや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 、また戻ってきますからね、うるうるも何もね、大丈夫ですよ。はい <laughs> あのー、はいいあの戻ってきますんで。 いつものんびりそうですしているのにいつもです,そうです、ね。デフォルトなんですけどね。はい。ありがとうございます。はい。なんかいっぱいコメントも続々いただいて。あれさっき、はじめましてっていうコメントがあった気がするんだけど、どこ行った <laughs> あった。あ、違う。これじゃない。あれいなくなっちゃった。 かさっき、はじめましてっていうコメントがあった気がするんですけどね。ああ、より行方不明になっちゃった。ねえ、はじめましてって言われたんだけど、残念ながらマンゴーラジオ、今日からしばらくお休みなんですよ。はいすいませんね、本当に。はい。ね、FM コザで、唯一、こう、音楽番組としてスタートした。 マンゴラジオだったんですけどね一応音楽番組としてちゃんとね <laughs> あの機、ー、能していたかというのはまあ不明ですけど <laughs> じゃあまあ「マンゴーラジオ」の功績としてはまああの古座流衛をこう盛り上げたっていう <laughs> ね大きな功績じゃないですかね。 <laughs> まあ小座流衛潰れちゃったけどねはい残念ながらね <laughs> えっと忠相さんが「少々さん元気な赤ちゃん産んでまた戻ってきてよ」って言ってるありがとうそうします <laughs> ねちょっとまた戻ってくる時はあの小座流衛に変わる新しいあのコーナーを考えて <laughs>。 あのー、戻ってきたいなと思ってるんでねはいちょっとお楽しみにということであともうちょっとねちょっと音楽番組としてもうちょっと音楽番組っぽいこともやりたいなと思うんですけどね <laughs> はい一応まあ戻ってくるときはまたもうちょっとねいろいろコーナーとかメニューを考えて戻ってきたいなと思いますので。 よろしくお願いしますはいえっとあごだしさんが大人の番組って言ってるけどまあ大人の番組でもいいかもしれないですねもうちょっと時間遅くしてもいいよね <laughs> 夜中の10夜11時ぐらいスタートとかでやってもいいかもね <laughs> もっとなんかね <laughs> ディープな感じでね <laughs> いいよねうーん 脳の中の銀の太田さんがまったりのんびりって言ってるけどまあデフォルトなんでねはいあとえー、上野さん上野さん誰ですかね上野さん <laughs> 上野さん誰ですかねなんか泣いてますけど上野さんはい上野さん初めてじゃないですかはいどうもどうも少々ですありがとうございますということで,ですね <laughs> まああのー、生まれ変わっ また新しい産後、えー、のマンゴラ城 <laughs>、えー、皆さん是非楽しみにしていただければと思います。あとですね、まあ、一応あの少々あのミュージシャンなんで <laughs> あのなんかたまにライブとかもしてるわけですよ。まあ、今ちょっとお腹大きいからしてないけど。 一応してるので <laughs> あのー、いろいろ少々で少々ひらがなでしにちっちゃいように伸ばしの少々でフェイスブックページとかもあったりして一応なんか自分でホームページとかも作ったりしてるんですけどあのー、ツイッターとかもあるんであのー、見てくださいぜひあのライブの方に <laughs> 足を 運んでいただけると嬉しいなと <laughs> 思うんですけど、はいまあ、当面ないですけどね <laughs> うんちょっとねでも来年桜坂アサイラムまた出たいなお願いします <laughs> 誰にお願いすればいいか分かんないけど <laughs> 去年はね呼んでいただけたので今年もよろしくお願いしますちょっと子供背負ってでも歌いに行きたい

そうですね、中野町の和樹さん、第2シーズン楽しみに待ってるよって、ありがとう、和樹さんもお元気で <laughs>、お元気でって、またどっかで会いそうですけどね、はい、<laughs> どっかで会ったしね、この間ね。うん、<laughs> あの、あれですね、まあ2年とちょっと。 えー、マンゴーラジオをやらせていただいてゲストもたくさんね来てくれたんですけどあのー、まああの元気なゲストを知らない人 <laughs> 知らない人をゲストにしたりもしてたんでね、えー、仲良くなるみたいなコーナーもやったりして <laughs> はいそうですね是非あれですね あの、あの、時今何喋ってたんだっけあ、そう,そうそうそう、あの、そう、してたんですけど、あの、ちゃんとね、参考はもうちょっとね、ゲストでたくさん来てくれるといいな。<laughs> 最近で、なんか出てこなくなっちゃったからね。えっと、野の,の中の銀の樽さん、え、桜坂のアサイラム出てたんですかって出てましたよ。アサイラム、去年、去年っていうか、今年か。今年出ました。 去年、おととしも出ましたよ。あの、ちょこちょこ出てますんで。ちょっと今年じゃなくて、来年の朝ンも出たいなよろしくお願いします。関係者の皆さん。<laughs> ということでですね、えー、マンゴーラジオサンキュー入りますので、じゃあ皆さん、来週は何やるのかわかんないけど、えっと、元気な赤ちゃん産んできますので、またねー、ということで。じゃあ 台風気をつけてね。<laughs> <laughs>